丹下目池ちゃんの自然栽培米奮闘記、今日は2021年5月30日です。今から白柿専用の、トラクターと、それから田植え機を秘密基地に取りに行っております。ここ岡山県総社市、井手地区ですね、総社市の一番南部にある地区は6月1日から用水の水が流れてきますので、まあそれまで田植え白柿もできないみたいな感じなんですが、今年はもう雨が多くてですね、ちょっとうまいこと起こせてないんですよね。でもまあちょっととりあえず今日日曜日でしょ、今週の水曜日まで雨が降らない予報なので、まあ火水でちょっと耕して、その間にできることやっとこうかなと思ってます。で、この遺跡のね、先日買ったやつですけど、もう本当にね、他の田植え機使ったことがないんで、田植え機じゃない、トラクター使ったことがないんで、もう運転もドキドキなんですけど、とりあえず家に持って帰ります。これで、かかるかな。白い煙が出てる。窓開けよう。変速1じゃないとダメか。
うん、田植え機取ってこよう。可愛い顔してますよね。